こちらのデモトレードでシグナルが2本で出まして、締め切り6分30秒ぐらいです。こちらも同じ位置にシグナルがデモで発生しました。自動売買はライブでは禁止ですので、絶対規則も守ってください。こちらの方は、それからライブでですね、手入力で、ちょっとたくさん投資してみました。100円投資なんでね、バチバチ打って試験投資です。このようにですね、打ったところから全部上に上がってきたようですね。こちらと同じように、こちらで打ったんじゃないんですけどね、これを2つを見てなくて、こちらはね、インジケーターを見てちょっと自分で打ってみたんです。これからですね、左上の GBPUSD なんですけど、それで、すんなり上がってきたような状況でした。こんな具合にね、これはライブですね。ライブ投資なので、判定、これは今2100円ぐらいですね、利益がね。このままでいけばね、ちょっと上がってくれれば安心なんですけど、判定まであと5分ぐらいありますので、状況分かりませんね。こちらもデモですけども、2本打ってます。こちらの方がスプレッド60の方でやってて、50でやってるんですけど、前にシグナルが出てですね。はい、こちらの方、だいぶ上がってきたですね。だけ上がってくれると安心なんですけどね。あとは残り4分ですね。これはライブですね。BT オプションですね。新しいツールの試験ですね。細かく打てるんでね、少額だと試験投資になるので。このまま順調に横に行ってくれればね、流れてくれればいいんですね。残り3分ですね。こちらの方も2本打ってて、ずいぶん前に1本目打ったんですけどね、これね、運よく上がってきておりますね。こちらもね、今週見たんですけど、この分析方法、順張りと逆張りの分析を採用しましたね。ちょっと変更していきながらやってますので、通算すると結構1万ぐらい稼いだんじゃないかな。1週間でね、1000円投資で。そんなに高いっていうわけではないけども、勝ってるんでがっちりね、確実にね。だから1000円通して、週に1万円の稼ぎっていうのが大きいですね。10万円投資だったら100万ですからね、週で100万の収入ったら大きいですね。まだ試験なんでね、少ないですよ。
これ日本。あんま岩先生強いですね。順張りと逆張りの分析でシグナルを作ってます。どっちで出てくるか分かりませんね。いう方で、動きます。残り1分ですね。残り1分ですね。こんなに調子よく勝つなんていうのは本当にブロギですよね。こんなに分析が正確なのかなっていうのは今週はそんな感じでしたけども、まぐれでしょうね。そんなにね。で、場合によっては損がなければいいわけですからね。儲かんなくても負けは嫌ですからね。残り30秒ないですね。まあ、こんな具合にね、3台並べてますから。どうかな。5秒ぐらいでしょう。はい、決まりましたね。こちらも。勝ちました。こちらも勝ちました。ね。もう3万6000円ぐらいになったですね。結構大きい利益になったですね。どうもありがとうございました。半間岩先生の試験ライブ投資でした。小枠。さすがですね。連チャンで勝ちました。また次情報をお伝えいたします。今週の。